さん、こんにちは。まえです。はいもんだぜ。今回は、序盤に役立つレア装備の入手方法を解説していきます。序盤は星4が最高レアリティだから星3装備でもありがたいな。オープニング後すぐ獲得できる貴重な宝箱には、運がいいと、ランダムで星4装備も出ます。早速行こうぜ。浜辺に降り立ったら、すぐに左を向きます。最初は、スタミナが少ないので、ダッシュボタンを押さずに、ゆっくりと岩場を目指して泳いでいきます。いきなり宝箱があるのか、知らなかったぜ。ちなみに、この場所は、後からワープでも来れます。まず、一つ目の貴重な宝箱ゲットです。ストーリーを進めて、門戸城内に入り、教会前広場の位置から南方面を向くと、ワープポイントの赤い光が見えます。まず、ワープポイント解放を目指しましょう。もう、ワープポイント解放済みの人は、教会前の位置にワープしてください。そのワープポイントから、南方面の下を見ると、豪華な宝箱を確認できるので、滑空してお宝をゲットしましょう。その位置からすぐ東に普通の宝箱もあるな。普通の宝箱もゲットしたら、次に北を目指して移動します。そして、スタミナに注意しながら教会を登っていきます。さらに、北奥の鐘がある塔を目指します。すると、ここにも貴重な宝箱があり、装備品や育成素材をゲットです。おお、運よく星4装備ゲットだな。次は、同じ場所から東方面に滑空します。七天神像が見えたら、やや東に着地。階段近くのキラキラ光る位置まで移動。光るものを取ると風のリングが出現するので、落ちないまま全てのリングをくぐり抜けると、こちらも豪華な宝箱が出現します。遊び心のあるギミックだな。この先はストーリーを進める必要があります。秘境を3つクリアして、ガヤ、リサを仲間にします。やっとモンド城に平和が訪れたな。そうしたら教会を目指しましょう。教会に入ったら、ビクトリアという女性がいるので、会話の選択肢の2番目を選びます。すると、貴重な星4装備をもらえます。やったぜ。装備の数値はランダムです。次に教会を出たら、壁を登って、もう一度、鐘の塔を目指します。鐘の塔に着いたら、南西を向いて、滑空。高いところからの飛行は気持ちいいぜ。この先は、マップが開放されていませんが、西を目指します。この辺りの敵は強いから、戦闘はしない方がいいぜ。さらに西奥を目指すと、風の壁に守られた豪華な宝箱があります。普通は、風のコアを倒さないといけないのですが、石のアーチを登って上から入ってお宝をゲットしてしまいましょう。残りあと2つです。まず
星落としの湖のワープポイントか、その北のワープポイントに移動します。そこからさらに北の岬の高台を目指します。移動は早送りするぜ。原神は探索が本当に楽しいな。戦闘システムも今までにない感じで斬新だね。高台に到着したら滝壺を目指して降下。お宝発見。ここにも豪華な宝箱がありました。白鉄の大剣、序盤のノエルにぴったりの武器だな。ラストは星拾いの崖の北にあるワープポイントに移動します。ここはゲームのスタート地点ですね。その位置から東に進み、ガイアのスキルを使って移動していきます。足場から落ちるとやり直しだな。落下に注意しつつ、柱が立っている離島を目指します。離島に到着したらアチーブメントと石をゲット。さらに奥に進みます。この離島にも謎がありそうだな。離島の端まで来たら降下。ここにも豪華な宝箱が隠してありました。おお、星四装備。では今回の宝箱の中身を見ていきます。武器は星3装備が16個と、武器の強化素材も大量にゲットできています。装備品、繊維物は星4を3つ含む17個ゲットできていました。今回他の宝箱やギミック報酬はもらってないから、なかなかの成果だな。それでは今回は以上です。皆さんのお役に立てれば嬉しいです。あなたのハウジング紹介企画もやってます。壺に自信のある方は概要欄よりご連絡ください。感想、ご提案などありましたらコメント欄か Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。